それぞれパンケーキがちゃんとできてるね。どんなパンケーキになるかな。みんなコマンタレブーン。今日のアンパンキッズ TV はアンパンマンと粘土で遊ぼうセットと、アンパンマンボコボコパンケーキ屋さんを使って粘土でパンケーキを作って遊んでみるよ。早速遊んでみよう。もこもこパンケーキ屋さんにはこんな方が入ってたよ。いろんな形があるね。大きいアンパンマンも作れるんだ。早速粘土でお菓子を作っていくよ。メロンパンナちゃんは緑色、クリームパンナは黄色、カレーパンマンは茶色、食パンマンは白。あ、カビルンルンの白だ。最後はアンパンマン、赤色で作るよ。それじゃあ顔型にはめた粘土を取り外していくよ。おお、それぞれパンケーキがちゃんとできてるね。面白いね。全身型の方でも作ってみるよ。完成。アンパンマンの全身のパンケーキができたね。面白いね。それじゃあ今度はこの大きなアンパンマンの型にいろんな粘土を使ってパンケーキを作ってみるよ。どんなパンケーキになるかな。型に粘土を詰め終わったよ。どんなパンケーキができるかな。開けてみよう。いくよ。うわー、なんだこれ。変な色のアンパンマンだ。面白いね。でもこのパンケーキはあんまり美味しそうじゃないね。今日のアンパンキッズ TV はアンパンマンと粘土で遊ぼうセットとモコモコパンケーキ屋さんで遊んでみたよ。みんなはパンケーキを作るときはお母さんと一緒にちゃんと作ってみてね。まだまだ面白い動画がたくさんあるよ。右上のボタンを押して他の動画も見てみてね。みんなコマンタレブー。今日はアンパンマンつむつむぽいぽいで遊んでみるよ。まーるい大きなアンパンマンがいるね。こっちの手は上と下に動くよ。こっちは前と後ろ、それとつむつむが出るところと入れるところがあるね。それじゃあスイッチをオンしよう。一緒に遊ぼうだって。つむつむぽいぽいは遊び方が4つあって、まず1つ目を遊んでみるよ。アンパンマンのつむつむを入れて、こっちの手を下に下げるとアンパンマンが出てきた。アンパンマンのマーチも流れるんだね。赤ちゃんマンも入れてみよう。わあ、今度は音が出るよ。他のつむつむも入れてみるよ。楽しいね。もっと入れよう。カレーパンマンも、最後は食パンマン。今度は
全部入れちゃおう。いっぱい出てくる。楽しいね。次の遊びもやってみよう。こっちの手を前にして、赤ちゃんマンを入れて、あ、スポンと出てきた。音楽も鳴ってるね。つむつむを入れるとどんどん高い音が鳴るんだね。素早くたくさん入れてみよう。ちょっと早すぎたね。次の遊びは、一緒に遊ぼう。先につむつむを全部入れてみるよ。いっぱい入ったね。手を下げると、アンパンマンが喋った。こんにちは。楽しいね。アンパンマンとおしゃべりできるよ。行ってらっしゃい。行ってきます。さようなら。さようなら。元気100倍、アンパンマン。すごい。もっとやってみよう。つむつむを全部入れてみるよ。おはよう。嬉しいな。またね。いってらっしゃい。いろんな挨拶ができるんだね。元気100倍、アンパンマン。次はどんなことができるのかな。つむつむを先に入れておこうっと。手を前にして、おお、全部出ちゃった。もう一回入れて、あ、風遊びができるんだね。やったね。10まで数えられたよ。それじゃあどんどん入れたらどうなるかな。2、3、早い早い。4、5、6、7、8、9、10。やったね。大成功。つむつむぽいぽいはどうだったかな。数を覚えたり出し入れしたり、いろんな遊びができるよ。みんなも遊んでみてね。みんな、コマンタレブー。今日のアンパンキッズ TV は、プレイドーのミニオン床屋さん、粘土おもちゃセットで遊ぶよ。いろんな粘土を使って、ミニオンとイーブルミニオンをおしゃれな髪型に変えてあげよう。いつもは仲の悪い2人も、散髪するときは喧嘩しないみたいだね。まずはミニオンから。ヘアスタイン髪の毛をセットして、椅子に座らせたら、おお、はい、髪の毛が生えてきたね。髪の毛がいっぱい生えたね。このままだとかっこ悪いから整えてあげるよ。サイドを刈り上げてモヒカンスタイル、ワイルドだろう。イーブルミニオンにも髪の毛を生やして、カ
こよく整えていくよ。スープロックにして髪を横に流したロックミュージシャンスタイル、これぞ MHN スタイルだぜ。台座の型を使って二人につけるアクセサリーを作るよ。できたアクセサリーをつけて、うん、バナナが一番似合ってるね。イーブルミニオンにもつけて、うん、バナナが一番似合ってる。他にもいろんな粘土でいろんな髪型を作れるよ。みんなも遊びながらミニオンたちをかっこよくしてあげよう。みんなも遊んでみてね。